こんにちは、なみさん。今回は YouTube ショート動画の稼ぎ方ということで3つ紹介していただきました。いや、こういう風にね、3つぐらいにまとめられると非常にわかりやすいなぁと思いますね。で、私も動画を見ながら思ったんですけども、これね、テレビ CM っていうのが参考になるんじゃないかなと思ってるんですよ。というのがテレビ CM って15秒とか長いので30秒とかね。 あと番宣だったらもうちょっと長いのもあるかもしれませんけども、基本的には15秒とか30秒の枠で CM っていうのはね、テレビの CM っていうのは売られてると思いますけども、じゃあ店舗をされてる方、飲食店をされてる方がね、飲食店での集客をするのに、そのショート動画っていうのを日々作っていったらどうかなと思ったんですよ。もちろん飲食店っていうのは全国チェーンでもない限りは、そのローカルな地区の特定の地域だけにしか、本当に意味をなさないものかもしれませんけども、それでもね、やっぱ全国に放送できる。 それこそ世界中に放送できるっていうそのアドバンテージはあると思うんですよ。じゃあどんなアドバンテージかっていうと、世界の人が知っている、だけども地元のあなたしか来れないよっていうアプローチですよね。で、飲食店のそのメニューをね、一品ずつ、まあ、食べてるところにしても、商品説明してるところにしても、調理をしてるところにしても、15秒とかで切り取ることによって、非常に興味をそそってね、そのスペシャル感を店舗で味わいたいな、もしくはテイクアウトしたいなっていうふうにできないかなと思うわけなんですよ。 で、また物販系のお店をしている方でも、例えば化粧品だったらね、一つずつ、まあ、効能とか、安全性とか、それから品質とか、そういったものを説明したり、実際にペタペタとつけてみるとかね、試してみるところをお客様にお願いしてやらせていただくとか。あとはこう、あれですよね、ヘアサロンの場合とか、あのデザイナーさんですよね、スタイリストさんの場合は、あのビフォーアフターみたいなのを15秒で作ると、あこんなヘアスタイルでこんな表情の方も、 こういう風になるんだってことで、カリスマ美容師の腕をね、売り込むことにもなるかなと。もう考えることは様々ありますね。今までだからテレビ CM とか雑誌の取材とかっていうものが、この YouTube ショートによってね、自力でできる、自前でできるっていう利点があるんじゃないかなと思いました。私が店舗とかやってたら必ずそれやりますよね。まあでも、ひと事で思わずに、速可塾を15秒で説明する動画とかね、FX オリガルヒっていうのを15秒とか30秒でその引きつけるような、そんな動画を作っていくのも、これまたいいかなというところ ありますねね特に今 fx 暴落してるんですよ、ね、すよごい勢いでこの23時間暴落しましたね、うん、これについてプロのトレーダーは何をしてるのかみたいなことをバーッと上げるタイミングなのかもしれません、うん、まあ私はね相場から離れようとしか言えないんですけどね <laughs> こういった乱れた後っていうのははい、えー、いろいろと申し上げましたけどもこれからも「舞姫大学」の動画を是非ね楽しみに多くの方に見ていただきたいですし、えー、もしねそういった YouTube 上の疑問質問 生活上の恋愛ですとか健康面での何かのお悩みがありましたらライフプロデュースアカデミーナミさんの方へねご連絡いただければと思いますもちろん私の方にいただいても全く回答はしますけども今回ライフプロデュースアカデミーね私もあの一押しでお勧めしたいのであえて今回はですねナミさんの方にご連絡くださいということでお話しさせていただきましたそれでは本日は以上でございますいってらっしゃい